今日のお話は、堺市市営住宅首吊り事件。堺市市営住宅首吊り事件とは、2013年6月26日夜に、大阪府堺市内の市営団地の一室にて、46歳の男性 A さんの首吊り遺体が発見された事件。一見するとただの自殺騒動に思えた堺市市営住宅首吊り事件ですが、A さんの遺体が発見された部屋の所有者が血縁関係のない、当時21歳の男性 B さんだったことに加えて、遺体発見後にその B さんが失踪していたことから、現在では刑事事件と目されています。堺市市営住宅首吊り事件の登場人物。A46 歳。26日夜に B の部屋で、遺体で発見される。B21 歳。A が発見された部屋の本来の住人。28日時点で連絡取れず。CB の母親。A とは顔見知りだという。DC の内縁の夫。B から死体の話を最初に聞く。EC の娘。B の姉にあたる。F24 歳。E の夫、B の義兄。遺体を見つけ警察に通報する。GF の会社の同僚。F と共に遺体を発見する。H40 代。A の遺体を F が発見した際に部屋にいた。通報後、姿を消す。堺市市営住宅首吊り事件の始まりについては、2013年6月26日に、関東弁を話す謎の男から B さんの元へ、あなたの部屋で人が死んでいる。との不吉すぎる内容の電話がかかってきたことから始まります。自宅にいれば室内に死者がいるかどうかはすぐに確認できる話なため、当時の B さんは外出中に、携帯電話で不吉な連絡を受け取っていたのではないかと推測できますね。その後の B さんは、おかしな事件に巻き込まれたことへの恐怖心が強かったのか、自宅に戻り現場確認をしたり警察に通報することはなかったらしく、C さんの内縁の夫 D さんに、今後の対応を相談したものの結論は出なかったそうですね。以降は、不吉な電話の話題が C さん一家の間を駆け巡ることとなりますが、一般家庭に舞い降りたアクシデントにしては重すぎる騒動だったためか、堂々巡りの状態が続くことになりました。とはいえ、何のアクションも起こさずに日をまたぐことはまずいと思ったのか、最終的には F さんが会社帰りに B さん宅に足を運ぶことで話がまとまったそうですね。会社帰りに B さん宅に足を運ぶことになった F さんですが、本当に遺体があった場合の証人が欲しかったのか、会社の同僚を連れて現場に向かったそうですね。F さんたちが B さん宅に到着したのは、2013年6月26日の午後11時頃だったとの話なため、会社同僚もかなり付き合いが良いタイプだったのでしょうね。B さん宅に着いた F さんは、念のために玄関のチャイムを鳴らしたそうですが、無人のはずの室内からは40代くらいの見知らぬ男性 G が顔を出した。予期せぬ展開に面を食らった F さんでしたが、臆さずにこれまでの経緯を説明したところ、確かに死体がある。とつぶやいた G に部屋に招かれることになりました。その後、室内で A さんの遺体と対面することとなった F さんたちですが、警察に通報している間に G は姿を消してしまったらしく、以降の足取りもつかめていないそうです。A さんの遺体発見後に関しては、部屋の持ち主であった B さんが失踪しています。そのため、警察も B さんとその家族たちが、事件に関与した可能性を考慮し、自殺と事件の両面で堺市市営住宅首吊り事件の捜査を開始しました。その後に B さんが指名手配されたとのニュースもない上に、
堺市市営住宅首吊り事件の続報自体が公表されていない状況となります。ちなみに、B さんは完全に行方不明というわけではないそうで、家族からの連絡は無視しているものの自発的に電話をかけてくることはあるそうです。堺市市営住宅首吊り事件の考察。B 犯人説。公式には自殺か他殺かはっきりとした見解の存在しない、堺市市営住宅首吊り事件ですが、A さんの遺体発見までの経緯に違和感が大きすぎるため、ネット上では他殺説が主流的となっています。そのため、堺市市営住宅首吊り事件に対しては、何らかのトラブルの末に A さんを殺害してしまった B さんをかばうために、親族が謎の電話や見知らぬ男の存在をでっち上げた狂言騒動ではないか?との憶測も存在します。とはいえ、それならそれで警察が素人の狂言をカンパするくらいは、造作もないことでしょうから、B さんが指名手配をされたり事情聴取を受けたとの、一報がないことは不自然な状況と言えます。とりあえず母は絶対なんか知ってるだろうね。最初の男からの電話は通話履歴調べたらわかるとして、部屋に見知らぬ男性がいたってのもおかしい気がするし、同僚を連れて行ったのは証言の信憑性高めるためでしょ。普通行かないでしょ。警察呼ぶわ。そのような事情もあり、堺市市営住宅首吊り事件は、B さん犯人説が必ずしもしっくりとくる状況ではないようです。F 犯人説。堺市市営住宅首吊り事件では、A さんの遺体の第一発見者となった、F さんこそが犯人ではないかとの説も存在します。こちらの説では、二人の間に何らかのトラブルが発生した結果、F さんが A さんを殺害してしまったため、B さん一家が狂言劇を展開して F さんをかばったのではないかとの話になっています。F さん犯人説の場合でも、素人一家が A さん殺害の物証を完璧に隠蔽して警察の目を欺き続けることは、不可能なように思われるため、F さんが未だ逮捕されていない合理的な理由が存在しない状況です。そのため、F さん犯人説もかなり眉唾な状況となります。反射犯人説。こちらの説については、B さんが闇金で借金をして返済が滞っていたため、見せしめの制裁をされることとなったものの、偶然部屋に居合わせた A さんが、人違い殺人の被害者になってしまったとの推測になります。この説の場合だと、B さんがいらぬ疑いがかかることを、承知で事件後に失踪した理由まで説明できます。とはいえ、B さんに本当にそんな借金があれば、週刊誌が嗅ぎつけていそうな話題なだけに、そちら方面のスキャンダルが報道されていない現状を踏まえると、ただの妄想に過ぎない説なのかもしれませんね。堺市市営住宅首吊り事件に関しては、B さんやその家族たちの狂言が疑われているものの、警察の捜査は進んでいない状況のようです。ご清聴ありがとうございました。